怪物なのだから。 London Bridge is falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. London Bridge is...うるせえんだよ、さっきから。ねえ、なんだよ、人が気持ちよく作業してたのにさ、鼻歌くらいいいじゃんか。あのな、もっと緊張感持てよ。これから世紀のお宝盗み出そうってんだぜ。俺の緊張感は5日も持ちません。はあ、ロンドンが懐かしい。うまい酒、うまい料理、美しい女たち。仕方ねえだろ。俺だってこんなに待つと思わなかったんだよ。もうさ、横からかっさらうとかじゃなくて、自分たちで見つけちゃった方が早いんじゃないの？そっちの方が危なくないじゃん。それができるならとっくにやってる。この地方ってだけしか情報がねえんだ。
あとは連中の後を追っかけるしかねえだろう。その連中がいつまで経ってもやってこないわけだけど。そのうちやってくるんだよ。いいか、泥棒。入念な準備と機を待つ忍耐だろう。この5日で何回聞いたことか。もうセリフ覚えちゃったよ。これこの間みてえに爆発しねえだろうな。何言ってんの、するわけないじゃん。俺ってば世界一の天才技師よ。安心しな、この俺が保証する。お前の保証ほどは当てになんねえもんは。いや待て。連中やってきやがった。ね、マジで。のこの衛兵たちか。なんでこんなところに。なになに、予想と違うの。作戦変更した方がいいんじゃない。いや、かえって都合がいい。作戦通りだ。ねえマジ、入念な準備、機を見る忍耐はどこに行ったんだよ。その言葉には続きがある。そして時には大胆に。そうでなくては泥棒は務まらない。分かったよ。ちゃんと生きて戻ってくれよ。お前にはまだまだ手を借りたいんだからさ。誰に向かって物言ってやがる。この俺様がちょっとやそっとで死ぬもんかよ。隊長殿、屋敷の包囲完了しました。ご苦労。屋敷から逃げるものがあれば必ず捕らえよ。はっ、了解であります。Thank you.
その肌に触れたものは溶けて消える。電報にはそう記されていたが、これはそのまま。いや、悩んでも仕方あるまい。隊長殿、突入準備整いました。しかし隊長殿、相手は一人なのでしょう。これほどの警戒をする。バカ者、何者かはわからないが、相手は怪物とのことだ。女王陛下の剣たる我々には不名誉な失敗など許されん。困難を排してことにあたり、万一の失敗も事前に防ぐ。これがナイトの進むべき道だ。は、失礼いたしました。全員第1級警戒態勢。第1班を先頭に第2班、第3班突入。異常なし。こちらも異常なし。ここか。これが怪物なのか。
隊長殿、捕獲すべき怪物とはこの少女のことなのですか？ああ、にわかには信じがたいが、どうやらそのようだ。どんな化け物が出てくるかと思えば、こんな娘とはな。バカ、警戒を怠るな。おい、どうしたんだ？落ち着け、落ち着けって。警戒しろ！相手はやはり怪物だ！動くな！一歩でも動けば撃ち殺すぞ！距離を取って囲め！触れてしまえばそれだけで殺される！うろたえるな！レディに銃を向けてはならない！隊長殿、相手は怪物です。そんな悠長なことを。無論理解はしていると。だが落ち着く。猟犬に関しても一瞬だが彼女は静止しようとした。先の出来事は意図的に起こされたものではない。それは突然の来訪や非礼を詫びよう。そして願わくば何も聞かず我々に同行してほしい。
砲撃か何かか。わからん。いきなり目の前の地面が爆発したぞ。何者だ。我らを栄えある英国兵としての修行か。もちろん、よく知ってるさ。どこだ。どこから聞こえる。おい、あれを見ろ。あの、諸君、お役目ご苦労。誇り高き英国王室の近衛兵がこんな田舎町で人さらいとは、女王陛下もさぞ鼻が高いことだろうな。我々を侮辱するか。貴様、何者だ。俺の名はアルセーヌ・ルパン。何、驚くには値しねえ。どこにでもいる、ただの麗しき泥棒神父。泥棒だと。いや、待て、聞いたことがある。よく知ってるじゃねえか、この泥棒紳士の華麗なる芸術を。二代のお嬢さん、何を隠そう、この泥棒目の今夜の獲物は。お嬢さん、私はあなたを奪いにやってきた。どうか安心してお待ちください。その不しつけな犬どもの手から見事あなたを救い出してご覧に入れましょう。なんという物言いだ。泥棒風情が流行る英国の侵攻を邪魔するなど、全員総力を持ってあの男を捕獲せよ。全員銃撃用意。おう、急ぎ銃撃を。何？銃撃用意。待て。撃てー。うわもろ、我が輩は捕らえろと言ったのだ。しかし相手の言うことが本当なら、パリ中の警察を総動員しても捕まえられないルパンですよ。全力でかからなければ本当に怪物を連れ去られかねません。奴は笑っている。そもそもあの銃撃を受けてなぜまだ。隊長殿、ルパンの体が。
何が起きてるんだ。また砲撃か。まさか仲間が隠れていたのか。落ち着け。これはおそらくもともと道に仕掛けてあったのだ。奴は一人だ。術中にはまるな。奴はどこに行った？何をしている。あのコソ泥は南に逃げたぞ。おえおえてな。は、隊長殿、南だ。全員南へ走れ。な、何をバカな。騙されるな。こいつがルパンだ。私が本物だぞ。騙されてはいかん。隊長殿が二人。何がどうなってるんだ。この視界じゃ判断がつかない。
とにかく怪物の周囲を固めるんだ。ここまで来れば大丈夫だろう。なんだ、気になるか。大丈夫だよ。よし、今回も無事に回収完了。やっぱ俺は。いや、傑作だったな。連中の顔見たかよ。王室の近衛兵が聞いて呆れるぜ。隊長である私を見抜けないとは。それでもお前たちは近衛兵かって見事にはまってよ。なあ、お前もそう思わ。なんか辛そうだな。まさか逃げる時にどっか痛めたか。どこだ、どこが痛む。隠す必要はないから言ってみろ。怪我はねえのか。それならいいけどよ。じゃあなんでだ。教えてくれ、何が悲しい。失礼。そういや、改めての自己紹介はまだだったな。改めて名乗らせてもらいましょう。私の名はアルセーヌ・ルパン。お嬢さん、訳あってあなたのハートを盗みに来ました。言葉通りにハートさ。だがただで盗むってわけじゃねえぜ。美しいご令嬢を悲しませるのは趣味じゃない。お前からハートを盗む代わりに一つだけお前の願いを叶えてやるよ。
そうですとも。お嬢さん、このしがない泥棒が必ずや真実の言葉を持ってあなたの。承知しました、美しいお嬢さん。このアルセーヌ・ルパンの名にかけて、その願い、必ずや。やっと起きたな。なんだよ、メンタ
頭パチクリしてよ。さては俺がいい男すぎて驚いたか。安心しな、それは当たり前の反応だ。うわ、この鏡の冗談が通じねえな。じゃあ何をそんなに呆然としてんだ。まさか昨日のこと忘れたわけじゃねえだろ。そいつは結構。俺はお前を驚かせたかったんだからな。そんなの決まってるじゃねえか。悲しんでるのと無表情以外の顔が見たかったからだよ。これから長い付き合いになるんだぜ。相手のことを知りたいって思うのは普通じゃねえか。質問が多いお嬢さんだね。それはと、そうだ、まずは飯にしようぜ。簡単なもんだけどな。食用だけどな、冷めちまってるな。ま、腹が減った。どうした？食わないのか？ああ、そうか。お前、ずっと一人で暮らしてたのか。別に礼儀作法が必要なわけでもね。心の赴くままに食べりゃいいのさ。って、あ、お前、食事とか大丈夫か？ほら、毒で。しないのか。そんならよかった。インピーってやつが仲間にいてよ。そいつがやたら料理に凝っててな。パン生地こねるところから始めんだ。いろいろと隠し味があるらしい。
の中を空にしてから喋れよ。わかるさ。今回の俺のターゲットは他の誰でもなくお前自身なんだ。情報の下調べは抜かりねえさ。イギリス政府の極秘資料をちょっとばかり盗み出してな。そう、その通り。アルセーヌ・ルパン。こう、そりゃあ、そんなにいい男なのかって、その謎だけはこの俺にも解けねえな。うん、じゃあまあ一度にあんま話しても頭に入んねえだろうし、簡単にな。まずお前をさらおうとした連中の目的だが、奴らの狙いはホロロギウムだ。永久機関さ、永遠に脈打つハート、永遠に膨大なエネルギーを作り出すことのできると言われる宝石、それがホロロギウムだ。現在の科学では到底作り出すことのできないその宝石を一人の天才が作り出したと、政府の機密書類にはそう書かれてた。過程も理由もわからねえが、その天才は自らの娘の体に宝石を埋め込んだ。なるほど、外の事情はよく分かってないと。知識があっても
まずざっくりと説明してやるよ。どうせ知らなきゃことは進まねえんだからな。まず第一に、お前の父親はアイザック・ベックフォードって科学者だ。この名前、イギリスの、いや世界の歴史を変えた科学者、現代のプロメテウス。神話で人類に火を与えた神の名さ。アイザックは現代社会にそれだけの大変革をもたらし、おお、知ってたか。そう、その蒸気エネルギーの保存を可能にした発明により英国の軍事技術顧問となったアイザックは、強力な新兵器を数々開発、ロンドンの完成を見ることなく、俺の入手した情報によればそうなってる。とにかく全ての背後に、そこで華麗なる泥棒紳士であるこの俺は、連れて行かれるお前を横からかっさらおうと考えたわけだ。体に、あ、お前。お前はまず服を着、どうしてって、なあ、それでいい。まったく、俺が紳士だったからよかったものの、怒ってるわけじゃねえさ。記憶もそうだ、常識がねえってのも不便なもんだ。さっきから疑問に思ってたんだがよ、お前なんで俺にこれから自分がどうなるか聞かねえんだ。そうじゃねえけど、お前俺にさらわれてるんだぜ。普通気にならねえ、これからどうなるかとかよ。
なんだお前、変わってんな。確かにな、変わってるもん同士話が合うかもしれねえな。まあそういうことなら話は早い。俺の根城はロンドンにある。これからそこに行くぞ。そう、飛行都市ロンドンだ。本気で知らねえのか。これはこれは本当に真相のお嬢様だな。いや悪い悪い、別にバカにしたわけじゃねえよ。ロンドンってのは地名だな。世界にその悪名を轟かす蒸気の都市だぜ。なに、行けばわかるさ。見たことないってならきっと驚くだろうよ。遠慮なく言ってみな。何でも答えてやるぜ。お前がアイザックの計画を知る手がかりになると踏んだからだ。俺はアイザックを追ってる。行方不明になって早数年。死んだって見方が一般的だが、未だに歴史の舞台裏で何かろくでもないことを企んで、俺はその手がかりを掴んでてな。で、その計画を阻止するために俺は動いてるってわけだ。やつの娘のお前なら何か知っているかもと思ったが、ちょっとばかり当てが外れたな。間違いなく軍の連中からかっさらう形にはなったが、俺に協力してくれ。も父親に会いたいってならこっちから探しに行けばいい。そうだ、ロンドンにはあらゆる情報が集まる。あれほど人探しに向いてる場所は大体あの屋敷にいたら今度こそ軍隊に連れてかれるぞ。
ドンには貴族専用の。には協力してもらうぜ。これからしばらくは俺のそばにいてもらう。それが交換条件だ。なんで謝るんだよ。はぁ、あ、嘘だろ。この流れで断るのかよ。おいおい、なんでそうなんだよ。だったら俺と一緒に探した方がいいだろう。考え直せって。なるほど、それは確かに正論だな。で、いや待て、そうじゃない。話始まらねえだろ。始まる前から終わっちまうだろ、それじゃあ。